こんにちは。こんにちは。ちょっと今回、はい、1週間ほど活動を休止します。はい、で、まあ、理由は、うん、あの過労だなもう疲れが取れない、まあ、ちょっとキッチンがオープンとかも重なっちゃって、はい、休みがほとんど取れない状態 で、うん、で夏で釣りもやっぱ暑くて、そうですね、行って釣れなくて、うん、ボツになるっていうのもある中、炎天下で、うん、ちょっと、まあ、無理すればできないことはないけど、うん、ここで無理して誰かが倒れたりとかあったらちょっとまずいなっていうことと、あとお盆休みもこれ全く取れないっていうことになったら、うん、ちょっとね、あのお盆休みぐらい取らないとなって言ったら余談だけど、うん、昨日夜中涙がダーっていって、何もしてないのに突然出てきて調べたらちょっと鬱になりかけとかも、そう、精神が不安定になってるっていうのを見て、あ、これ多分まずいなっていうので、まあ、だから自分の休養もありつつ、はい、あのみんなメンバーのお盆休みが取れないっていうところもありつつ、今回1週間お休みさせていただきます、はい、すいません、すいません、1週間経っても忘れないでください、はい、そうですね、1週間後も動画見てください、忘れないでください。これからね、いっぱい楽しい企画いっぱい考えてね、あの見てくれてる人が多分興奮するような企画を思いつくんだけど、体が追ってなさいって気づいて、ちょっとまだ体が一番大事だなっていうことで、1週間もしかしたら10日休むかもしれない、ちょっとね、こう一気に休めるときにちょっとこれ1週間でも無理だって思ったら、実際1週間休むって言っても3日間お休みもらって、でもともと休みの2日間があるから、あのストックためのストックを貯めるために2日間は多分働くと思うから、それでも足りないなと思ったら10日に増やすかもしれない。ストックも貯めつつ、疲労が溜まりすぎ問題を解決すると抜けないですもんね。抜けないですね、もう本当寝ても寝てもっていうか、昨日は疲れすぎて寝れなかった。ああ、逆に寝れんすもんね。昨日が疲れすぎて寝れなくて、あの夜中ライブで3時ぐらいまで、でうちマリモマルミーちゃんが怖がるから、マルをとりあえず部屋に入れて、今度マリモがニャー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 言うけど、部屋には入りたがらないから、マリモ撫でてやってとかしたら2時間ぐらいしか寝れなくて、今日唐揚げのとかもあって、なんかただダーって出てきたから、あ、これまずいやつだと思って、まあそんな感じで申し訳ないけど、ちょっとお休みをいただきます。すいません、ありがとうございます。また休み明けも絶対見てください、はい、これで再生数ガタ落ちになったらもっとガーってなるかもしれないから、今後ともぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。過去動画見てください。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。